皆様こんにちは。今回は、まあ、結構毎年やっているんですけど、私が、冬につけたいプラムカラーのリップを紹介していきたいと思います。はい。でこのメイクはね、動画撮れてないんですけど、まあアイシャドウは最近本当にほぼほぼこのマージーのノワールシリーズのアイシャドウで仕上げています。でプラムカラーということで、ちょっと寒色系をメインにメイクをしております。はい。では早速紹介していきたいんですけど噛みすぎ。今つけてるのがこちらの、これもプラムカラーなんですけど、ボビーブラウンのクラッシュドシャインジェリースティックの1番クランベリー。これね、こうやって上からこうピュッて押すと下に出てくるタイプなんですけど、今ちょっとまあ私的には結構塗ってるんですけど、私が持ってるものの中では薄付きかなっていう感じで、透け感がある感じです。でツヤ感もある感じですね。こんな感じで、これは正直そんなに持ちは良くないです。本当にツヤと発色がいい感じの、でもすごい使いやすいリップなので、普段使い用のプラムカラーにはこれがすごくお気に入りです。はい。で次、こちら、これ3、これね、イベントで視聴者の方がくださったものなんですけど、3の、リリカルリッププルームの6番です。で、これも塗っていきます。こんな感じですっごいね、大きいチップになってて、めちゃくちゃ塗りやすいです。一塗りでしっかり発色してくれるリップです。これリップグロスなんですけど、すごいね、サラッとしてて、私はつけ心地も発色もめちゃくちゃ大好きなリップで、超かわいい。私3のコスメってすごい、まあ私のイメージなんですけど、ちょっとナチュラル系な、コスメなのかなって思ってたんですけど、このリップの発色がすごく良くて、秋冬よく使ってます。はい。そして次もボビーブラウンで、でこれもイベントで視聴者の方にいただいたリップなんですけど、クラッシュドリキッドリップのクールビーツっていうカラーです。これはね、ちょっと変わった形をしてます。こんな感じ。これも可愛いんですよ。こっちはしっかり深みのあるプラムカラーですね。かわいいでしょ。なんかほんと肌のトーンパッて明るくしてくれるような深みのあるプラムカラーで、これも私大好きで、しょっちゅう使ってます。冬になるとこんな感じ。そして次がこのルナソルのジェルオイルリップスの7番、ブラックルージュというものです。これはですね、口が小さめで平らな感じになってますね。これもね、しっかり濃くて、でこれはちょっと粘度があるというか、ベタつきが今までのものに比べたらあるかなっていう感じなんですけど、その分ツヤがエナメルっぽい感じなんですよね。ほんとこの名前の通り、ちょっと黒に近いぐらいのカラーで、私もこれ大好きなんですよ。そうで、わかりますかね、このエナメルのようなツヤで、ちょっとこっくりしてる感じの質感です。まあだからマスク生活には全然不向きなんですけど、でもやっぱりつけたくなるぐらいおしゃれなカラーなので、こう自分で写真撮るときとかはもう写真映えもすごいするし、ツヤツヤだし、 これもちょっと見てわかると思うんですけど、肌のトーンをパッて明るくしてくれるものなので、大好きなリップです。はい。そして最後ね、唯一のプチプラがこちら、ケイトのリップモンスターのダークフィグです。そう、結構明るめな、まあ私結構今塗ってるからだんだん暗くなってるけど、今紹介したものたちの中ではちょっと明るめなプラムカラーです。ただまあ知っての通り、リップモンスター色持ちが最強なので、割とマスク生活になってからの出番もめちゃくちゃ増えたプラムカラーです。はい。でこれもね、本当にこう結構うるうるな
仕上がりなんですけど、ベタつきが全然なく、でこのまま色持ちしてくれるっていうか色残りしてくれるので、もう大好きなリップです。はい、だから私が今こっからの時期におすすめしたいリップモンスター、もし今後ね、また今まだ全然店頭にもないけど入荷する時はこのダークフィグをつけてほしいぐらい冬におすすめなカラーです。はい、こんな感じで今回はこの5本を紹介しました。まあ本当にデパコスがプラムカラーはほとんどですね。私結構プチプラのリップが多いんですけど、プラムカラーに関してはデパコスが多いです。でしかもほぼいただいたもので、そう本当にありがたく、もう本当に可愛くて冬になるとつけたくなるリップたちです。はい、こんな感じで私は本当に冬になると深い赤かこういう黒に近いぐらいにダークなプラムカラーが大好きでよくつけているんですけど、もしねおすすめがあれば教えてください。はい、ではこんな感じでした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。